ちょっとアクシデンツが発生してて、ちょっとさっき撮ってたはずのあれがちょっとあれですね。ちょっと途中でちょっとベーって止まって、まずこれ車輪途中なんですけど、ちょっとこれ今半分入れましたね。ちょっともうごとごとく入れます。金宮さんの車輪やばーみたいな、ちょっとアクシデントが発生しましたね。ちょっとこれシャリキンさんをまず、金宮さんの凍ったのをまず入れまして、ですね、ホッピーさん、うわまず入れます。イエーイ、ゴーゴーホッピー。初挑戦ですね、シャリキン。乾杯です。これマドラーいらないのかな、なんか溶け、いい感じに溶けてますね。乾杯です。お疲れ様です。あー、うまっ、うん、あ、シャリ気に感じますね。いや、さっき動画途中までこれ撮って、今食べかけの途中なんですけど、途中で撮影の途中でブチって切れて、なんかメモリーカードなんか禁止になってたみたいな、なんか全然取らさってなかったんですよね、さっき。うん、これカップラーメンとか食べて途中まで食べてたんですけど、いきなりブチって切れ、ちょっとアクシデントが発生しました。ちょっとだから途中からの動画になるんですけど、すいませんみたいな。誠にすみまめみたいな。もうめっちゃ食べかけの飲みかけですね。いやー、ちょっと、まあでもまだ残ってるんで、うん、これいただいてましたね。地獄の担々麺の攻撃からこれをいただいてたんですけど、さっき撮ったはずの動画が保存されてないという。ショックでかいやんけみたいな。いや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 、これですね、なんか東京の大久保さんの、これでアシュラレベルが3みたいですね。5段階中の3段階のアシュラレベルのこれをちょっとね、ローソンさんでゲットして激辛担々麺を食べてましたよみたいな。結構いい感じの色ですね。ありゃーみたいな、まさかのですね。残っててよかった。でも、うんうん、いい感じの辛さで美味しいですね。同じことを2回言わなきゃならないっていうのも切ないですね。さっきもなんかこう何が入っててとか、ちょうどええ辛さで美味しいとかって喋ってたんですけど、なんか取らさってねーみたいな。ショック。なんか肉とかネギとか、ひき肉とかネギとか入ってますね。でこのビールも飲んでたんですよ、このチャーハンビール。もう開けて飲んでたんですけど、これタイのビールみたいですね、これ。チャーンビール。これもこのグラスに開けて飲んでたりしてたんですけど、ちょっと。これうちの人がなんかタイに行ってる時にほぼ毎日飲んでたって言ってましたね、これ。あ、もう残量がもうない。ほぼ毎日これ飲んでたってめっつって。でなんかこれのこのビールのなんか紹介文にもなんか癖がなく、なんかどんな料理でも合いますみたいな書いてて、うまそうと思って。ほんと癖なくて、なんかこうラーメンとかこう合いますね、料理に。うまいっすね、このチャーンビールも。さっきタムケンの真似してチャーンとかって一人でやってたんですけどね。チャーンビールとかつってやってたのも全部取らさってなかったみたいな。チャーンビールもマシです。切ねえな。今度からちゃんと確認しないと。ちょっとあとこの唐揚げくんもいただきます。ちょっとなんか唐揚げくん最近すごいですね。ハワイ州観光局公認とかって書いてますね。ロコモコデミグラスソース味、いいっすね。ちょっとハワイアンな感じで、ウキウキランドな感じですよ、これ。
デミグラスソーセージであります。アロハモエな感じで美味しいですね。1個増量中じゃないよみたいなね。はい、いただきます。1個増量中ではなかったですね。うん、うん、うん、ロコモコって普段あんまり食べないんですけど、食べた時あるけどなかなか普段食べることないんで、うん、あーデミソースの味しますよね。でもうーん、なんかこれ食べてるとロコモコ食いたくなってきますね。あれも1個増量中かもしれないですね。あれ123唐揚げくんって普通5個でしたっけ、あれ5個入りでしたっけ、ん ?6 個入りでしたっけ ?5 個入りですよね。あれこれ6個入ってるってことは、私の記憶が確かなら、1、2、3、4、5、6個入ってると1個増量中なんですかね。あれわかんねえ。うん。ああ。うまいっすね。漬けあげから。あげから。うん、なんか濃厚ですね、やっぱソースの味が。うん、デミソースのソースの味が濃厚です。シャリキンホッピン、これシャリキンのこれすぐ溶けますね。これ氷入れて入れるやつなんですかね。なんかもう結構もうこの氷が溶けてるんですけども、こんな感じでいいんですか、飲み方。あーうまっ。これでもすぐやっぱ麺が5口、6口ぐらいでなくなりますね、これ。うん。うん。辛くてマジや。うん。スープもなんかとろみがあって美味しいですね。うん、味のなめろうまそう。あーマジこれ知ってますってか。ダダーン、トゥルーエイジマキシドイド、トゥルーエイジマキシド、これなんか日本で1万ちょいとか、多分1本5000、5、6000するやつだと思うんですけど、なんかのに果汁入り健康補助飲料でやった、これなぜかあの家にあったシリーズなんですけど、のにってすごいなんか体にいいみたいですね。これなんかいろいろググったら、すいません、なんか薬ぐらいの、 あの何免疫を高めるのかなんとかって、これもうちょっと振ってちょっと飲んでみたいと思います。これよく振ってからって書いてあるんで、うわー、のにジュースって飲んだ時ないですよね。なんか体にいいとこっつって、これうちにあったんで、ちょっとこれも飲んでみたいと思います。ちょっといいですか、ちょっと舌ビリビリしてんすけど、あーおー、うわ匂いやば、うわやば、これこの色ですよ。ちょっとやばくないですかこれ。めっちゃ茶色いやんけみたいな。うわちょっともう一回振ったぐらいにして、ちょっとこれは匂いがやばいですよ。のにジュース飲んだ時ある人います？のにその体にはいいみたいなんですけどね。やばいっすねこれ。果実のになんとかブルーベリーチェリークランベリーとかつってるけど、ちょっと色がやばいっすね。うわーこれやば、うわ何ですかこれ、
って。これ飲み物のやつ、ちょっと、なんか見えますこれ。なんかめっちゃ茶色いんです。なんかチョコレートみたいな。これなんか、チョコレートドリンクとかって言われれば、あーって感じだけど、これなんかベリークランベリーとか飲みのがって、これ色やばいっすね。いただきまーす。乾杯でーす。おこれはやばいっすね。なんか石鹸飲んでるみたい。うわえ、これはちょっと体に良さそうですね。これちょっと激まずですよみたいな。体にいいものほどまずいいますけど、これ激まずっすよこれ。めっちゃ体に良さそうやんけみたいな。これなんかで割って飲むとかって書いてないんですよね。でもなんかミルクとかなんかこう炭酸でも何でも割って飲むのかなと思ったら、裏の説明にいてもなんか割るとかって全然書いてないんですよ。多分ストレートで飲むんですよこれ。まずこれやばいっすね。ちょっともうちょっとギブアップっすね。これチビ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 飲んで、無駄にはしないんで、これちょっとチビチビ飲んで、なんかいろんなもの食べながら飲みながらちょっと つまむ感じでやれしないとやばいっすね。まずい。いや久しぶりにこんなまずいの飲んだわつが、食べたわつが、やばいっすね。あーまだ石鹸の味しますね。ちょっとなんか入浴剤と石鹸と芳香剤混ぜた感じですね。入浴剤と石鹸と芳香剤がミックス刺さった感じの、やばいっすねこれ。下が激辛担々麺でちょっと舌を直しますね。もうなくなりましたみたいな、ちょっとやばいっすね。私結構スープまで全部飲んじゃうんですよねこれ。美味しいと思って、腹減ってたりすると汁も全部飲んじゃうんですよ。やばいっすね。もう麺はなくなりましたね。ごちそうさまでしたみたいな。やっとで、やっとで消えましたねこれ。ちょっと最強でしたねこれ。ツルエイジマキシドイドにはちょっと要注意って感じで、体に良さそうなんで、頑張ってくれよってことで、大事に飲んでいきたいと思いますみたいな。ではまた。